ポチッとな。その言葉はいるんだろうか。ここエーテルパラダイス。あ、ウラウラ島とはまた別なんやね。ここに行ってからのウラウラ島ってことか。おお、到着、エーテルパラダイス。え、さっきさ、なんかジーナさんやったっけ？誰かわからんけど。なんか連絡くれた人。あの人もなんか言わんかった？エーテルなんちゃらかんちゃらみたいなの言わんかったっけ？エーテルじゃないんか。さあさあ、お二人様、エーテルパラダイスでございます。あ、エーテル財団の人らがおるところってことか。え、何しようあれ、合体させるとかそういうことじゃないよね。なんかプロレスのリングみたいな感じになった。エーテルパラダイスはポケモンを保護するため、最新の技術をつぎ込んでおるわけなのです。地下ではポケモン保護のために新しいモンスターボールを開発していたりもします。ヒールボール的なやつかな。ポケモンが回復するボールとか。もっともエーテルパラダイスではモンスターボールは使えませんがね。ボールの機能を封じる被害電波、被害じゃねえ。妨害電波を出しておりますよ。なるほど。もう本当にその辺のポケモンは、きっちりきっちり大事にされとるわけや。ん？誰？なんかすごい髪の毛のボリュームの人が出てきた。え？髪の毛のボリュームすごすぎん？ザオボーさん。ちょっとちょっと。私のことは名前ではなく肩書きでお呼びなさい。凄さを伝えてほしいのです。ちっちゃいな。はい、支部長。私はアーカラ島でのポケモン保護について、代表にアピールしてきます。アピールって何？その子たちを案内せず、代表のもとにお連れしなさい。ちょっと正面から見てみたいんやけど、この人。髪の毛が。ふぅ。え、そうでもない。ようこそ、アイナさん、ハウさん。私はビッケです。アローラ。で、なんでなんで俺たちのこと知ってるの？ええ、アーカラでのこと、職員に教わりました。ハウさんもポケモン保護のお手伝いをなされたとか。ありがとうございます。それでは上のエントランスに参りますね。なんかこれぐらいの大きさになった時にさ、ほら、他の人と比べて、髪のボリュームすごいのに。ポチッとな。なんか一人になったらそう感じんねよね。一人で見た時のバランスやって。バランスはいいってことなんかな。ね、今ピカチュウイワンコに乗ってなかった気のせいかの。こちらエントランスです。この先にある受付でポケモンを元気にできますよ。なんかあれをね、全体的通してさ、ピカチュウだけ鳴き声がすごいはっきりしとるよね。アイラさん、ハウさん。島巡りで試練をこなし、チャンピオンを目指すということは、お二人は11歳なんですね。あ、そうなんや、11歳なんや。詳しいですね。詳しいですねってのもおかしいか。そうです。11歳になると、のぞみを島巡りに挑めるんだ。いつか本気のじいちゃん倒したいけど、強すぎるからな。そうですよね。皆さんぐらいになれば、自分の考えで行動しますよね。なんといっても、トレーナーはポケモンの親ですものね。アイラさん、ハウさん、上の保護区に参りますね。ポチッとな。その言葉はいるんだろうか。なくても動くんじゃないかと思うんだけど。音声認識システムとか別にないよね。ボタン押しおるよね。エーテルパラダイスでは、ポケモン保護のため、モンスターボールの使用を禁止しております。保護区。何そのテンションの上がり方。ここではスカルダに襲われたポケモンをかくまったり、守るべきポケモン。例えばサニーゴですね。ドヒドイデというポケモンに襲われて大変なのです。何？サニーゴ絶滅危惧種とかそういう感じ？私のポケモン図鑑を読みますね。ふんふん。あ、かわいいサニーゴにスターミー。ドヒドイデ。12本の足で海底を這う。ドヒドイデの這った後には、サニーゴの傘が散らばってる。うわー、食われてる。自然には厳しい一面もあるって、じいちゃん言ってたしな。でもさ、エーテル財団で全てのポケモンを守れるの？それはちょっと難しくない？自然のバランスもありますし、人がどこまで関わるのか難しい問題ではありますね。まあ、一匹は守るってことかな。
まあ、一匹どころじゃないか。多少は守るってことかな。エーテル財団すごい。ってね、思ったんだけど、どうしてアローラ地方に来たの？さあ、代表は何をお考えなのか、わかりにくい方ですから。代表のルザミルでしたら、この国にいらっしゃいますから、ぜひお会いになってください。あ、この中におるってこと？代表さん？保護区のどこにいるんだろう。わからねえ。保護色みたいになっとるかもしれんね。スカルダにやられたポケモンもいるんだよな。みたいやね。この人？ウソッキーは木の真似をして自分を守っているポケモン。もっとアローラっぽい木の真似をしなくていいのかな。確かに。確かに、これじゃあ紛れれてないよね。嘘嘘。嘘じゃないよ、本当だよ。代表でしたらこちらにいらっしゃいますから、お会いになってください。ウソッキー、木の真似をして自分を守るって言うけど、私思いっきり Z 技浴びせたもんね。全然守れてないもんね。ボックスのポケモンが数百年後に活躍する。一種のタイムマシンだな。何それ。パソコンのボックスを作ったのは関東地方のマサキというポケモンマニアらしいね。あ、そうそうそう、何それ懐かしい名前。通してくれんね、あそこ。ちゃんとそういうのはずーっと語り継がれるわけ。語り継がれるっていうか、まあ、開発者やけん、そうか。あ、これやきっと。あっちのね。スターミー、謎のポケモン。夜空の星が姿を変えてスターミーになったと。実はポケモンが人を使って自らを保護させている。そんな想像をしちゃいます。え、スターミーは人手マンがスターミーになったんだよ。何言ってんの？そういうことじゃない。ポケモンは進化すると姿形が変わります。それ以外にも、フォルムチェンジで姿や能力が切れ替わる種類も発見されています。ですが、リージョンフォームはそういったフォルムチェンジとも違う原理のようなんです。何？リージョンチェンジって。てか、あの人代表じゃないんや。代表は一体どこへ？どんな人かも全くわからないけれど。やっぱりその辺に紛れとんかな。リージョンフォーム。難しく考えていますが、南国に行けば誰だって日焼けするようなものかしら。あ、こういうやつってこと？こういうなんか、アローラのベトベターみたいな。そういうやつがリージョンフォームってことかな。日焼けのことなん？まあ確かにみんなちょっと色が微妙にね。あ、この人か代表。あ、まさかの女の人やった男かと思いよった。愛おしいポケモンたち、私が守ってあげます。深い深い愛で。すごい髪の毛やな、この人も。おや。あ、なんかゾロゾロ去っていったポケモンたち。メガ。アイナさんにハウくんね。なんかこういう髪型の人ってさ、たまにおるけど、絶対邪魔やない？前髪。エーテル財団の島、エーテルパラダイスへようこそ。私、代表のルザミーネ。お会いできて嬉しいの。嬉しいの。あなたたちのように島巡りでポケモンと知り合う人もいれば、身勝手な理由でポケモンを傷つけたり、お金儲けする残念な人たちもいる。ですから、私がかわいそうなポケモンたちの母となり、愛情を注ぎ込むのです。アローラから遠く離れた世界にいるポケモンさえも、私が愛してあげるの。なんかところどころ話し方がおかしいけど大丈夫？ルザミーネさん若いのにすごいな。もう早く、ハウくんたら。え？私40歳を超えてるのよ。へえ。へえじゃねえわ。40歳超えとんマジで？ええそうなるよね。それにしてもあなたのファッション、ちょっと地味じゃないかしら。今度あなたたちにぴったりの服を選んであげる。へえ？ルザミーネさんみたいなの、リエリアにしか似合わないよ。まあ、確かに系統すごい似とるよね。安心なさい。すべて私に任せればいいの。子供は大人の言う通り、それが幸せの近道です。おお、なんだなんだ？あれかな、リーリエもこういう感じのおばさんになるんかな。今の揺れ、地下からでしょうか。え、ちなみにこのビッケさんは一体何歳やろうか。え、なに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 、ポケモン、なんか女の子っぽい感じのポケモンやね。ほら、なんか髪の毛みたいじゃない？髪の毛と帽子みたいな。で、足。で。あなたが、
別世界の？なになになに、話が見えないけど。ジェルルップ。ルザミーネさん下がろう。なんか普通じゃないよ。あれ、前髪もあるやん、なんか。かわいそうに。何が？え、ハウめっちゃ近づいていったけど。見たことないポケモンロと、戦うロとか？え、ここで？保護するとこでしょ、ここポケモンを。ねえ。あの穴、あのポケモン、一体何でしょうか？別世界のって言ったよね。あいな、あいつの相手頼める？俺ルザミーネさん守る。マジで戦うん、こいつと。ジェルルップ。かわいそうにって言わなきゃ守るんじゃないの？え、戦うのかよ。マジで？ハテナ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 が現れた。なんか、オーラをまとい防御がぐーんと上がった。なんか、なになになに？恐ろしいんだけど。確実に1とかしか効かんパターンやろ、これ。レベル27なんや、でも。へぇ。ここは、なんかあいつ水ポケモンっぽくない？違うかな。ここはちょっとピカチュウとかでさ、アシュレーヌ一旦戻って、なんかクラゲっぽいけんさ、多分水じゃないかな。あー、サイコウェーブとか使うんや。でも目のクラゲとか、毒クラゲとかも使うよね、サイコウェーブ。あ、攻撃力は思ったほどでもない。ほら、とりあえず、必殺のピカチュウと行くよ。さあ行くよ、ピカチュウ。いやー、いいな。超可愛いんですけど。ピカチュウは Z パワーを体にまとった。さあ、全力の Z 技。全力のピカチュウと、さあ行け。必殺のピカチュウとでした。普通に効いた。ベノムショック。あ、やべえ、やられたわ。でも思ったより普通に効いた。何ビーストブーストって。次のポケモンもちろん使うよ。じゃあここは、月光河で。多分月光河の、オウム返し？ツバメ返しや。これも効くんじゃないかなと。なんとなくね。いっけ、ツバメ返し。倒せたよ。こういう時ってさ、大抵倒せないパターンとかじゃないの。倒せないパターンで途中でイベントに入るとかじゃないの。ガーディはレベル22に上がった。お、アーケンがレベル24。思ってたパターンと違った。なんか消えかかりよりよ、大丈夫？なに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 ？消えたよ。どこかに消えていった。別の次元？やはりあの子が必要ね。連れ去られたあの子が。誰が連れ去られた？ん？ルザミネさん何？怖い怖い怖い。今のはきっとウルトラビースト。ウルトラホールと言われる定かでない次元の生き物。見知らぬ場所に来て苦しんで、そう見えたわ。そう。私が助けて深く深く愛してあげないと。お二人とも感謝いたしますわ。なんかこの人怖くない？絶対なんかおかしい人やって、この人。ビッケ、お二人は島巡りの途中でしたよね。次の島までお送りしなさい。あ、はい。私は保護している愛しいポケモンたちがみんな無事なのか見ます。あと、地下で何があったのか、ザオボーにも聞かないとね。それと、私のエーテル財団でウルトラビーストも保護できるよう、準備を進めないといけません。では、裏裏島にお送りいたしますね。うん、笑顔はなんかすごく優雅だけど。だってさっきのね、子供は大人の言うことを聞いていればいいのっていう発言の時もちょっとおかしいと思ったけど、まさかウルトラホールを見るなんて思わなかった。今度バーネット博士に教えてあげようっと。アクシデントと言っていいのか言葉に迷うところですが、そう言ってもらえてよかったです。お二人との出会いを感謝して記念にこれをお持ちください。マラサラとわざましいんですが。何わざましい。わあ、大きいマラサラいただき。こういうのみんなで食べれば美味しくなるのって不思議だね。はい、そうですね。なんかすごい冷静に。
食事は家族みんなで食べるのが一番ですよね。ではアイナさんには最古記念室のわざマシーンを。ん？え、ハオにはわざマシーンはないの？ハオにはマラサダ、私には最古記念室？それってどうなの？あなたたちの島巡りが素敵なものでありますように。この人はいい人そうやな。うん、ピッケさんありがとう。はあ、なんか珍しく一緒に移動やね。まだドキドキしてるよ。何が？さっきのポケモン？ウルトラホールとかビーストって本当なんだ。世界広すぎー。本当なんだって何？聞いたことはあったってこと？きっと次の島もワクワクドキドキでいっぱいだね。こりゃ腹ごしらえをしておかないとだね。すっごいマイペース。マラサダ？食べ方超散ってるから。ねえねえ、マラサダ食べる？マラサダってそういう感じなんや。勝手に私の中でサラダ的なものを想像しとったんやけど、違うんやね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。